お疲れ様です。今日はですね、こちらのキョロイ使っていきますということでね、最近登場したばっかのデッキなんですけども、まあ元がこれね、はい、こちらのキョロスケロイホグが参考に作られたと言ったところで、まあ作られたのかどうかも怪しい、もうロイジャイがね、はい、もともとロイフグ、これ変わっただけですね。1枚変わっただけなんですけども、まあこれが強いよと言ったところで、あれ違う、ちょっと待って、ミスった。これなんかロイジャイ、これはね、全然違いますね。はい、ロイジャイロイフグになってましたね。はい、これキョスケロイフグです。元がキョスケロイフグで、こっちにね、はい、なったよというデッキが最近ちょっと使われてるんで、やっていきます。はい。まあ元はなんかホバリングとかのね、方もありましたけど、まあ、そこは何でもいいか。オバだったりミラーだったり、大会でも使われてたキョスケロイホグのロイジェイ型ですね。なのでこれもまた入りそうですね。マジで最近生まれたばっかであまり使われてはない、てか使われ始めてるとこですね今で。呪文がまたヤナメだけで施設突破むずいやんって話もありそうですけども、まあそんなこともないよと。キョスケで攻めます。はい、キョスケロイジャイはロイジャイでも攻めるんですけど、キョスケでも攻めるのがキョスケロイジャイです。はい、さあというわけで今回相手はアウトロウッドのおー、はい、ギアのねウォールブレイカー、うっ、おー危ない。さあアウプリ、マスクのアウプリウォールブレイカー、これね相手のデッキ呪文ないの知ってるんでね、俺ウッドだけです。はい、ウッドしかないと思うのでマザニク最強です。あのプリンはね、このゴーストでやれると幸せになれそうですけど、アウトローで延命されたら嫌ですよね。はい。お？いや、さてはいらない。これいらないやらみでしたね。この後のカウンターが止まんなさそう。まあ、バレル来たらゴブリンもあるよね。さあ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 。いや、こういう相手にはね、呪文がウッドしかない相手とかには、マザネクもザッピーも生きるしね。これ、神相性か。相手のユニット全部ヤナアメで溶かせます。はい、リア使った後なんで、まあ、ちょっとバレル警戒しちゃって、お願い完封させて、うっにゃい。さあ若いね、俺もまだまださあプリンセスが来ると、アプリ枯渇のロケットがウォールブレイカー型ですね。はいはいはい、もうこれプリンスね、まあ、きついんだね。ザッピーぐらい出してあげとけば。で、アウトローに嫌なのか、プリンセスに嫌なのか、吹き矢に嫌なのかみたいなところはありますけど、まあなんかね、そん時そん時でいいか。お、これ美味しい、このギャングは。さあ、爆破で行かれてくれる。おや。さあ、俺は後ろから後ろから、ゆっくり、のんびり行きたいよね。ウッドが強いよな。そうですね、さあウッド使った、これはね行っていい気がする、こんだけいれば。でプリンと吹きはちょっと巻きみたいな、アウトローでもいい。お、さあめちゃくちゃ美味しいめちゃくちゃ美味しい穴埋めが決まっていく。でさあこの後も結局マザネクで回収しつつ足止めもできるんでね、さあ形組んでしまえば止まりませんよと。まあ施設がない相手にはこういう戦い方をするだけでね、晴れそう。施設あったらね、やっぱロイジャイ咲いたところで施設で守られちゃうんで、まあキョスケで攻めて、キョスケマザネクとかキョスケザッピーでね攻めて施設を使わしてからのロイで刺していきたい。まあホバリングにしても強そうですけど、まあ、お、え？いや無言の方のターさん、はい、最近ターさんっていうね、もう若いプレイがめちゃくちゃ強いんでね、そのプレイヤーとはまた違うプレイヤーっぽいっぽい気がします。はい、分かんない戦わないと分かんない、スタンプ交換で分かるかな。マスケ、さあマスケといえば26とかね。おーい、エリババまさかのエリババ来る。これトリトンを延命することによってこの後の雪がね全部楽にいけそう。あのマスクも引っ張ってほしい。ああこれもったいないですね、こうなっちゃうと。キョスケ残ってエリババ咲いたんでこれいっちゃうっすね。ああ、いいフェニックス。エリババってこのロイジェイ使ってる側からするとね、やっぱきついんですよ、火力高いんでね、あの子。
あ、待って、まさにくマジで、え、おマジやばすぎ、これ走られるっすよ、マジか、やばいやばい、しまさまさにくまさにくやばすぎる、ちょっと待ってあのババアだっけ、マジで目が全然見えてないやん、フェニックス来とるって、逆言っとるやっけ、俺のね位置が悪いんですけど、あーまずから取るね、ちょっと待って何のデッキだこれ、エレジャイの可能性はゼロじゃないんですけど、あー全然エレジャイでした、エレジャイの可能性100です。これもドルネーズ使ったんで、ここでたまたまライトニングが来ない限りミラー取るんでね、はい、いやーこれは美味しいですね、この金ギドは。でまあエリババ裏とかかな、さあこれもね結局ザッピーで守れちゃう、ゴブリンもあるし、あ、ほんまザッピー強え、最近のメガドラフトでもねトップレベルに強いんでね。さあでここはもうあの攻めちゃいます、ロイで攻めて回収って感じかな、ここでタワーを降り切るのは多分難しいんですけど、このダメージをね多少は稼いでおかないと、このライト削りで負けちゃうんでね。あれなんか怪しい、怪しいけど、いやマジなんか怪しいなさあもうこれは行きたい、行きたい、出しにくいぞ、おっ気をつけ下がる、えらい下がる、タルとか来たらねその後ゴブリン追加まで見えてる。さあこのねロイジャイで攻めつつの、マザネクの豚で攻めつつの、この微妙な攻めがちょっと強かったりします。綺麗に守られてるさあ珍しいなマジ、でまあやべえこのトリトン、あマジあのいつもよりね気持ち一マス奥にしちゃったことによって今日プレイ終わってんな、でもこのデッキパワーでなんとかなりますデッキパワーだけでなんとかなっていく世界、いけ、これだけで普通にきついよな、でザッピー強えやろザッピー強っ、エリジェ1個丸かんやあいつ。さあでここザッピーいるとさ、ゴルナイ走らんのよね、おい来た、ゴルナイ走れない、ザッピーの群れ新カード5コスぐらいでザッピー6体強すぎか、でさこんだけなんかイベント溜まったら一キャンいたね、行ってみりゃええやろっつってでマザニク追加して、あのゴブリンにねヤナメ、ああ強、ああ折れていくさあはいいやまあ良かったです、勝てて負けてたら今のね3倍ぐらい飛んできたのかなと思うと勝って安心しましたね、1回で済んだ、よし。さあというわけで組むだけ折れる場合もよくある、今んとこ範囲系とかは持ってるとね巻き込まれちゃうんでね、範囲で逆に逃げた方がいいとかもありそうだけど、さあ今回ナイトは30しかペッカか、まあ2択かな、さすがにマザネクでもつけて豚にしてもらって、ペッカっぽいっすね、うん、これキョスケの爆当たってほしいな、エレキいいタイミングだね。さあペッカ工場ね、まあロイジャイ単品で行くとそれはカウンター来るんで、おおやばい、これ矢でなんとかなりそう、よいしょ、これ行くかどうかだよな、行かなくていいですね、はい、俺はゆっくりゆっくりしとけば意外とこの相手の陸カードに対しての受けもあるんで、トリトンで引っ張りつつゴブリンで囲んでペッカを処理したいですね。いや結構陸行き多いなこのデッキ俺。さあこれキョスキを残したい、これゴブリンがねマジです、
でも相手のこの延命対決もちょっと、いやっ、すごい。ニューのマジで天才だな。さあまあここは一旦ザッピーで最強ですから。いやポイズンだからな、ザッピー最強すぎてやばいね。でまあゴースト持ってるんで、これキャスケで行ってゴーストを取り込んで引っ張るとかも、まあゼロじゃないけど、まあ行かなくてもいいや、はい。さあこのダメージだけでもちょっと強いです。で暇なんでマザリンクつけてポイズン使ってもらいたい、ね、暇なんでね。さあまあ無理はしない。でまあ適当にユニットで耐えて耐えてね、耐えたところでのこのカウンターをね俺は狙っていきたいっすよね。まあ単純にキョスケの後ろにロイつけるのでもいいし逆でもいい、まあこれもう一回守ってもいいっすね、はい。まあ、逆サイってもいいんですけど、結構エレキでね、止まっちゃうもんなんですよね、ロイ。さあ、これはポイズン使ってくれたんで、幸せのザッピーセパ。まあ、いつまでのんびりしとんねんって話ですけど、そろそろやっちゃいますか？これ、いい形ですよ。なぜなら、このキョスケ、ゴーストの形も強い。え？まさかの終わらしに行こう。でザッピー固めて、いやザッピーがね、まあ、強すぎる、はい。さあでポイズンだったんでね、無双ですね。ゴブリンとかも強くてね。さあ CRL スタンプ送ってくる。あれなんかね、海外だと良くない意味みたいなでたまに聞くんですけどね、あの CRL スタンプ、そう、指、お前どの指なんやつってCRL スタンプはね結構意味深って言われてますね、あれは。はい、まあポジティブに考えるとね、あクラロワリーグ出てたねっていう、クラロワリーグの選手だよねみたいな、すごいねみたいなね考え方と、もう一つはね、まあ皆さんのご想像にもうご想像にねお任せするんですけど、はい、まああんま気に入られるようなスタンプではないって感じかな。さあみず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 、なん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 、なんか強そうでしたね、バッチが。さあ俺はまたねゆっくりやっていくだけですから、ウッド。さあザッピーですね、ウッドザッピー、まあホグ迫撃オールブレイカーの高回転系だと思います。ワンチャン枯渇もゼロじゃない。さあこれザッピー最強っすねマジでこのマイティーにだけちょっと早めに引っ張っちゃう。でこれマイティーがいないサイクルになるんで行っちゃう。このマイティーさあんま削んないでほしいな。あこれ釣られねえな。いやなめ、いやでかい、キョスケ入る、うっ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 入る。さあえ美味しいなめちゃくちゃでかいぞこれ。いやロイジェ出してないですからね俺、ロイ出さずにこんだけ削れたら幸せ。これロイジェ行ったらマイティ来る、読みの端前。なぜこんなに遅かったかというと、ウッドとかクイック警戒してゴブリン出すのなんか迷ってたっすね、もったいね、チャッチャ出せばよかった。さあ痛いダメージが入る迫撃ホグのね、 ISP 縦線のやつですね。さあまあこれは、あーそれがうまいな、マイティまで来そうだし、そっちかい、まあ、引っ張ってあげなきゃ、まあ、一旦耐えたいね。キョスケの爆破でこれはなんとかなるし、このマザネク、あデリか、アイスピがいなくてデリバリーですね。あれ縦線が来る、一応この一旦ねロイジャーあんま使わなさすぎてるんで出してみる、ロイジャー用
さあ、それで出したら2発ぐらい入った、でかで、クエイクだと思うんですよ、うん、クエイクね、そう、クエイクウッドですよ。これ今マイティまたいない流れだと思うんで、せめて立ってきたらヤナム打てばいいんで。さあこれは突破できないかな、さすがに。でホグがまた来るよと。こうなるとまたちょっと難しいですよね。削れないんでね、俺はマザニクとかで狙っていきたいとこもちょっとあるけど、クエイクウッド削りがきますね。そうなんですよね。ここで守り切られるパターンがね、やっぱ最悪ですね。で、そうなりそう。このロイホグがやばい。ロイホグじゃない、デリバリーがやばい。さあ、でも、俺は勝ちたい。まあ、一旦気まぐれで、なんとかならんかな。これタワーに入れればよかったけど、うっ、豚で一発、これ豚で、あ、豚で勝てる。危ねえっすよ、危ねえ。マジでこれデリバリーがね、鉄壁すぎてちょっと焦りましたけども、焦っただけみたいな、ね、いや鉄壁ね。いやこれにもこんだけ戦えるの熱いね。普通にきつい。最初のキョスケのバカが幸せだったな。え、てか気づいた、え、やば、これ今気づいたんですけど、グラチュラの報酬が戻ってるっす。前初期がこれなんですけど、グラチュラ報酬一回そのメガドラフトが出て変わったっすよね。メガドラフトがそう100円目参加だって、グラチュラが50円目参加で報酬もその対応になったんですけど、戻ってる。グラチュラが100円目でその報酬、ドラフトもこれで戻ってるっすね。まあ間にメガドラフトができたよみたいな感じ、今までの。お、あっつ、グラチャレの報酬、これ今まで通りだと幸せっすね。これでグラチャレ周回できるけど、まさか終わっちったな。遅かったな、戻ってくんのか。いやでも戻ってきてた、気づいたら、はい、グラチャレが今まで通りになってますね。これだからユニレベね、あつあげたい。カードとかゴールド欲しい人はもうグラチャリ周回6勝ぐらいすれば多分もう元取れるんでね。はい、やり得です。4勝だったかな。さあまさかの戻ってた、ありがてえな。まあ別にグラチャリ回すわけじゃないですけどね。メガドラフトシーズンだからやってるだけみたいなとこあるけど、さあラム来る、初手ケツラムか、男だな。まあ、ペッカかメガナイトか、まあ、神器デッキかみたいな。これアド取ってるんで、言ったら5アド。これも攻めてから、あ、着衣事故ってる、これ。あ、メガナイト、そう、マジであの受けなさすぎてやばいこれ。あ、最悪だ。マジで受けなさすぎてやべえって、最悪な事態が起きてる。そんなことある、相手もびっくりだろうな、こいつは下手かって。ゴブリンで囲めばよかったか、囲んでトリトンか。いやなんかめっちゃアド取ってたんで、そのアドを無駄にしたくなかったみたいなね、贅沢プランで言ったら散りました。これあれだな、懐かしいメガラムだ、ライトニング雪玉のね、 LSP とか入ってるような、めちゃくちゃ珍しい方だ。懐かしい、一時期これとアチャクビロフしかいなかったっす。ゴースト、これやばいね。
流れが。相手ライトニング持ってるんで全部破滅するこれ。いやでも硬いんです、このデッキの取り柄硬いです。おお、取り留め、まあライトなんでまあ痛いけど固めてしまうみたいなとこあるよな。どうなってんのかわかんないけど、でもこれでダメージ見たらわかると思うんですけど、あんま受けてない。しかもダメージ差600とかなんで、これロイジェイぶっ刺せばまたいいだけなんで。でこれ組むとメガナイトで踏まれるじゃないですか。なんでここで逆を攻めたい。これはミニペカちょっとつて、あれ相手の許容がミスってるよ。はい、それは許容とは言いません。許容しすぎださあグッドゲームです。いやマジでライトニング相手には固まれば固まればなんとかなります。いやー報酬がなんか美味しいな。